おごる幸せにしましょうか、久保さん。おごる幸せ。まあ、その、お金を払うって、まあ、幸せなんですよね。うん、でもなんか、お金を取られるっていうね、お金をもらうことは悪いことだとかね、か思ってる人がいると思うんですけど、気持ちよくね、あざーすみたいな、うわーって食べたら、もうなんか、若いなぁ、みたいな、いっぱい食え食えみたいなね、話じゃないですか。 まあ、あの久保さんがセミナーの時に、あの、やかられたのは嫌でしたよね。<laughs> あの時はあの、お金もうなかったですからね、僕。あの時もし、あの時も確か借金あ、まあ借り入れしてたと思うんで、八万、なんか居酒屋で8万みたいなね。<laughs> そう。<laughs> 結構ショックでしたけどね、あれ。そう。たかられましたけど。<laughs> そう。そう。だ今はね、あの、やっぱ、 お金を稼げるようになってから思うことが、やっぱお金を使う幸せ、逆にね、今度お金を使う幸せだったりとか、お金をこう、配ったりとか、まあ、物を配ったりとか、まあそういう幸せもあるし、逆に言うと、しっかりもらうものはもらうっていうところですね。やるものはやるっていう。まあみんなの銀行もそうですし、今日も入ってましたね、みんなの銀行は。まあもらうものはもらうし、あげるものはあげるっていう。でも、もうその繰り返しですね。うん。だからこの要はお金の循環なんですよね。 もらうものはしっかりあざーすってもらうし気持ちよくもらうで気持ちよくあげるこの循環ができるようになると多分まあお金に好かれるというかお金が引き寄せられるというかお金と,と友達になるというかうんまあ論理的に言うならば論理的に言えんのかな論理的には難しいか まあ、とりあえず気持ちよくもらう気持ちよくあげるっていうこの相互の関係ができるようになればお金は回り出すしうん収入も上がると思いますうんそうだけど多くの人はねお金が欲しいと思ってるんだけどお金をもらうことが悪いことだったりとかお金をもらうことに対して嫌悪感があったりとかお金が欲しいと思いながらお金持ちを見るとムカついたりとかね なんかお金に対しての,そのイメージが良くないんですよね。お金は汚いものみたいな。だけど、その汚いものに汚くなるっていうね。<laughs> 結局、そのお金に対しての捉え方なんですよ。お金をどう捉えますかっていう。なお金お金って言うと、なんか嫌な人いるじゃないですか。それってあなたがお金に対しての勝手なイメージをつけてるだけであって。うん、別にお金なんかツールでしかないわけで、紙切れですよ。紙ですよ。 その紙切れに対して悪いとかね、あのいいとか言ってるんですかみたいな。爪楊枝に、爪楊枝も木じゃないですか、ただの。それが悪いのか、いいのかみたいなね。木を伐採して悪いことだ、爪楊枝はみたいなね。はい。終わります。では。